はい、それではですね、今回はザ・エルダースクロールズ5スカイリムやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。では行きましょう。コンティニュー。さあ、ということで現在ですね、同胞団の、まあ、下っ端として、ね、まずは小さなクエストからこなしていくということで、前回まず吸血鬼を、退治しに行きました。で、2つ目の現在、クエストに、入ったというところですけども、でございます、雇いの力男、アタールがカースワステンの周辺で問題を起こしている。本人を痛めつけて自分の立場というものを思い知らせる必要があるということで、アタールをカースワステンで痛めつけるというものに、現在なっていまして、で前回なんかハグレイブンがなんか私の塔がとか言ってたんで、それをね助けてあげたんですけど、報酬をくれなかったので、その方、ハグレイブンごと、葬ってやりましたよということでした。ではでは、あそこからバルバスが出てきたけど、おーいバルバースあそこにジェイザルゴがいる。そんで俺こっからさ、なんか落っこってきちゃったんだよね。これ登れるのかな、また。さすがにここは無理か。ちょっとじゃあ下でね、みんなじゃあ待ち合わせしよう。放送ね、そうそう、放送に乗っ取られていたんだよね。あ、いたいた。じゃあそこから出て行ってくるってことね。あー、いたいた。はい、ソンニールと、ジェイザルゴでございます。どうもです。白いなで今日もね元気なバルバス。ここ開けてないのか。で、このレバーは、あー、こと閉じちゃうのね。ごめんごめん。あー、バルバスいやー、オープニングからすごいな。ちょっとよいしょ。じゃあ洞窟に戻っていくわけですね。洞窟に戻るのか。ちょっと暗いですね。前回来たよね。あそこからそのままね、帰っちゃえばよかったんじゃないの。ダメなんかな、それじゃで出ましたね。さあ、では早速、じゃあ、クエストマーカーの方にまたね、歩いていきましょう。また途中でね見つけたダンジョンや、砦とかっていうのはまたね、その都度入っていきますので、よろしくお願いいたします。ちなみに難易度今ノーマなんだけど、これハードに上げたら、ペ
ベリーハード、レジェンダリーまであるのか。わ、結構幅広いな。これちょっとさ、難易度上げるかよ、1個。これで多分もうちょっと戦闘とかも、ね、なんか手応えがある感じになると思うんだけども。久々にハコン召喚したよ。よし、行こう。ハードになると敵の強さがアップするっていうくらいかな、多分ね。変わるところといったら。そうな、たまにはな、ハコンとかもな、呼んであげたいよね。ダーニビールとかもね、たまに呼んでるけど、全くもってこう変なやつがいる。盗賊。さて、金目のものを出しな。さもなきゃ魚みたいに腹をかっさばいてやる。お前の親戚かな。向こうへ行け、すぐにだ。金を持ってるのに見えるか。あ、マジ下がった。じゃあ気が変わらないうちにとっとと消えな。あ、成功しちゃった、説得。イエーイ。お前、さっきのやつさ、お前の親戚じゃね。誰かが忍び寄れば匂いでわかる。多分な。お前の親戚だろ、あいつ。恥とはついていこう。なんだあいつは。もう全く、行きましょうか。大体もうハコンもう消えてんだよな。ハコンはなぁ、ちょっとなぁ、リキャストが長い割には稼働時間が短すぎて、ちょっとねコスパが悪い。のでいつも通り、よいしょ、精霊を出しておきましょう。で、ファイヤーボルトと左手で回復でいいかな。めっちゃ優雅な旅になっちゃったな。ね、川の川沿いのこうね、タラタンにみんなでこう散歩していくっていう。まあ、いつ見てもこれはすごい絵だよね。犬と精霊とね、猫と人間と。看板が、バルカルスと、どここれ。ホワイトランか。ホワイトランか。ホワイトランと、こっち行くと、カルワ、ワビエン、どこどこわからんわ。どっち、こっち、あ、このカルワ、ワビエンの方行く。これでいいのかな。なんだっけ、なんだっけ、アームストロングじゃなくて、カースワステンだ。そう、カースワステンね、多分今のは。キツネ狩り。あー、やってるやってる。じゃあ、クイックセーブシートを。あー、ちょっと揉めてんのか、また。お前たちの上には鉱山から去ってもらう。先住民、言葉に気をつけろ。オースウォンがいないことを確かめたら出発する。え、それはいつだ。土地をシルバーブラッドに売り渡すときか。このゴミの山に対しシルバーブラッドが気前のいい値をつけてくれたんだ。承諾した方がいい。これ左が原住民とか、ここにいる村の人たちだね。で、これが何、ここのなんか新しいところに来た人だね。アタール。鉱山は閉鎖されてる。
にする。鉱山をね。なぜ鉱山を閉めたんだ。この前ホースウォーンに襲撃されたんだ。主張は人手不足だったから、シルバーブラッドが寛大にも事態の収拾に俺たちをよこしたはず。その尽力に対する報酬として、あの老いぼれの先住民に手持ちの土地を渡してほしいだけだ。そうしたらここを去るし、いや仕事に戻れるってわけだ。なおな、お前は土地が欲しいとか売ってくれるよう愛に作を説得してみる。うん、そうしてくれたら必ず分け前をやる。ああ。紛争の解決を頼まれたんでね、殴り合いビスプそうだな。自分はここの者ではない。責任者は傭兵をしているんだ。この者たちは部下だ。まあこれでは手っ取り早く行こうぜ。脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ。さあ本気を見せてもらう。やれやれ。あ、殴り合いってこういうことだ。まあそんなに駆け上がって、どっちがでかい方って向こうだなお前回復はこれ使っていいのかな。厚かましく挑戦するのか。あ、右手は多分ダメだな。多分ファイアーボルト使った時点でダメだと思うんで、右手は解除しとこう。あ、でもね、あ、もう終わっちゃった。まあもう死だね。あ、もう死だね。あ、失敗。どうとしようこれは。殺しちゃダメなのか。ただやっぱり殴り合いでやんなきゃいけないので、召喚はちょっと先に倒しておくとか出さない方がいいな。ちょっと君たちは帰ってもらって、お前たち傭兵には鉱山から去ってもらう。先住民、言葉に気をつけろ。アタールを痛めつけるのが目的なわけだよね。え、それはいつだ。だから俺はこっち側の人間なんだよ。このゴミの山に対し。シルバーブラッドが気前のいい目をつけてくれたら承諾した方がいい。ホースウォーンに町を、ま、生活費前じゃないよ。鉱山で支配官に鉱山で問題でも役立つ。そう言っていいだろう。シルバーブラッドの連中が強引に土地を取り上げようとしている。ホースウォーンに鉱山が襲われ、あの傭兵連中が突然助けに現れた。奴らに土地を売り渡すまで誰も仕事に戻れないんだ。なるほどね。連中説得しようか。これはいいが、話がこじれた時に備えて戦う備えは怠らない方がいい。じゃあな。よし、ちょっと待った。この鉱山はこっちの庭だ。妙な真似はするな。アタール早いな、お前。この鉱山の安全を保つよう、シルバーブラッドに派遣されてきた。もう鉱山じゃもうなくなってるもんな。鉱山は閉鎖されてる。さよ、部下と共に立ち去れ。アイネサックに手を貸す気か。その胸にダガーを刺さないでいい理由があれば教えてくれ。地中が追い出したがっているぞ。消えろ。説得。ボートとやり合っても小銭入れの足しにはならない。いいだろ。あ、終わった。立ち去るとし。
で、紛争の解決を頼まれたんでね。脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ行くぞ、その臆病者をやっちまえ。ただやられっぱなしか。いやあ、ちょっと中い服を使っていいんだよな、多分な。で、右手に何も構えちゃいけないので、右手は何も構えてはいいな。弓構えてる。弓解除。終わりは近い。やれやれ。あ、回復 OK、 使える使える。で、アタールをこう殴り続けるとね。さあ、誰に戦いを襲った、腕を下ろすな。ソンニールは何だっす、セコンドか。ソンニールはセコンド、あ、何なになになに、何もしてないじゃん、ちょっと。なんで、ちょっとセコンド乱入はダメでしょ、向こう。ちょっと、ちょっと、これ、怠慢が一向に、一向に怠慢できないな、俺な。お前たち傭兵には鉱山から去ってる。フォースウォーに、略、フォースウォーに鉱山が押す。それはいいが、話がこじれたと。に備えて戦う備えは怠らない方がいい。鉱山は閉鎖されてる。アイネサックに手を貸す気か。ボートとやり合っても小銭脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ。光、ファイヤーボルト。さあ、本気を見せてもらう。なんで武器出したの君たち。まるで役立たずだな。なんでまず、まあ、召喚獣は確かにね、消していなかった。それは悪かった。こうする、こうする、こうでしょ？お前たち傭兵には鉱山から去ってもらう。先住民、言葉に気をつけて。これとりあえず話して立ち去るように。これはいいが、話がこじれた時に備えて戦う。で、アタールに話しかける前にクイックセーブ入れておく。この鉱山の安全、鉱山は閉鎖。アイネサックに手を貸す気か？ボートとやり合っても小銭入れの足しにはならない。いいだろう、立ち去るとし。はい、脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ。さあ、本気を見せてもらう。そろそろ終わらせてやろう。やれやれ。行くぞ。ああ、これ武器来ちゃうからな。これどうにもなんないよな。なあ、部下とさ、こっち戦っちゃうからな。この鉱山はこっちの庭だ。鉱山は庭だ。もっと時間を稼ぐから、部下が。移動するまで。ボートとやり合っても小銭。この前フォースウォーンに襲撃されたんだ。主張は人手不足だったから、シルバーブラッドが寛大にも事態の収拾に俺たちを残したはず。その尽力に対する報酬として、あの老いぼれの先住民に手持ちの土地を渡してほしいだ。そうしたらここを去るし、皆仕事に戻れるってわけ。ああ、ちょっと時間を稼いで。傭兵をシルバーブラッドの話を聞いたことがないのか。
リーチで最も幅を利かせてる連中だ。ラバットは前やったよね。中は事実上あのマルカルスのなんか殺人事件が起こってそのなんか犯人を探した時に関係があってやったような気がします。これで失礼する。クイックセーブ入れておいて、この鉱山の案内脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ。いたな。あのヤロネコの力試せ。左手はいける。じゃあ他者自由アタール回復してる。違います、自分を回復します。水かけないので いいぞ。もうお前の負けだ。やれ。ソンニーさ、セコンドソンニール。やれという指示。その臆病者をやっちまえ。勝ち目はない。オラオラ、結構アタール硬いな。ハードだからハードでいたらこれついに恨みが。哀れなやつだ。オッケーかな、戻ってきたな。コントローラーの接続が消えました。いいところで。お前も出血してるだろうな。ほら、その臆病者をやっちまえ。だがしかし出血もこれで回復するのです。ほらほら、でも結構アタールも減ってきてるよ。右フックしか使えないけど。その臆病者をやっちまえ。降参するなら今のうちだぞ。オッケー、もう少し。その臆病者をやっちまえ。厚かましくも挑戦するのか。あと少し、いけるよ。押せ。フック。よっしゃ。その臆病者をやっちまえ。見た目より強いんだ。正攻法で勝つ。自分がやるべきことは分かっているだろう。いいさ、自分でやるからほっといてくれ。成功です。今のは聞いたな。お前地味に分析しやがって。待てよ、お前を知ってるぞ。待てよ。お、なんだ。間違いだろ。間違いではない。お前は手配されていたのだ。何の罪？罪を償え。本気で言ってるのか。相手をする価値もだ。行け。お、やった。他の衛兵の手を焼かせればいい。見逃してもらった。ありがとうよ。で、そうだ。なんっけ、アイザックにも報告をしましょう。
アイザック。例の傭兵たちの件は解決した。シルバーブラッドから接触があるのはこれで最後ではないだろうが、少なくとも仕事に戻れるよ。いや、よかったよ。ありがとう。おかげでみんな助かったよ。これを受け取っておいてくれ。お、いや、1200もくれんの？マジか、ありがとう。それではまた。ありがとな。じゃあな。1200もくれんだ。うわ、マジありがたい。よーし、じゃあこれをファルカスに最後ね、ファルカスのところに戻るということですね。よし、やっとできたわ。ファルカス、いたいた、ホワイトラン。これはいちいちなホワイトランからない行かなきゃいけないのがめんどくさいな。そして雨が降ってる。傭兵の仕事には挑戦したが、きっとぴったりだ。お前が同胞団の一行にいたのを見た。兵より輝く血があるのだ。しかしあなたはかつて人間であった。そうだ、人間の。さあ、ご到着です。スコールに言わせると、俺にはイスグラモルの力があり、兄弟にはイスグラモルの知性があるんだとさ。へえ。賢く思われないこともある。そんな時は拳をお見舞いしてやるがな。だがあんたは気になった。さあ、カースワステンの件は解決した。できるやつだと思ってたよ。よくやったな。イエーイ。仕事を探してるんだ。ちょっと前にスコールが探してたぞ。スコール？彼は何をしてほしいんだ？さあね、何かする前に話がしたいと言っていた。彼を怒らせたくはないが、やる気があるなら仕事がないこともない。栄誉の証明。あ、ついに進んだ話。同胞団の指導者に今のところ仕事はないが、次の段階についてスコールと話すように言われた。昇進の話ですね。次スコール。見つけたぞ。探していたのか。ああ、どうやらお前の出番だ。どういう意味だ。先週学者と名乗るやけらがやってきた。こいつはなんとウースラドの別のかけらがある場所を知っているという。バカな奴にしか見えなかったが、もしそいつの言っていることが正しければ、同胞団の栄誉にかけて見つけ出さなきゃならない。それは自分とどんな関係が。何、ウースラム、ウースグラム。これは簡単な仕事だ。何それ、初めて聞いたんですけど。お前への試練にはちょうどいい。心して当たれ。そうすれば真の同胞団と認めてやろう。おお、ついに。今回はファルカスがお前の盾の同志となる。盾の同志。彼ならどんな疑問にも答えてくれるだろう。失望タンクってこと。ファルカスはタンクで今回来てくれるってことでいいのかな。何、ついに仮契約から本契約へとこれが移る、この最後の試験ということですね。あなたが来るまでは私が一番の新入りだった。別に気にしないで、コツを教えた。あら、こんにちは。昨日は熊を一頭仕留めたわ。あ、そうか。あなたは何か収穫あった？とりあえず、寝よっか。一回ね、もう夜遅いんで。
また今度。小型のナイフを使う時よりもっと歯を離した方がいいの？体に近づけておけば制御しやすい。そもそもスコールがあなたを入れた理由も分かりませんね。出てた、ファルカス。準備ができてるといいんだが。あなたが盾の兄弟になるのか。そう聞かされてる。お手並み拝見と行こう。おう、東方団が従者の後任になる。学者というものは何者だ。そうそう、まずこれな。賢い男だ。剣について話を聞かせてくれた。スコールはあんたがそれを見つけるだろうと考え、俺はあんたを見張ることになった。スコールはなぜこれを試練と呼ぶんだ。あんたが高潔な人物なのか確かめさせてもらう。高潔で強いと証明できれば同志と呼ばせてもらおう。ほう。で、ウスラードとは何だ。お前誰だ。ウスラードは同胞団を創設した英雄だった。ウスラードは彼の武器だ。ああ、武器か。彼は太古の故郷からやってきて、エルフを皆殺しにした。だが全部とは言えない。まだここにはエルフがいるからな。また今度。あれ、ジェイザルゴはもしかして、じゃあ従者外れたってこと。え、待って、待って、あれ、ジェイザルゴ、え、やっぱりもしかしてジェイザルゴの従者外れた。先を急ごう。ダストマンの石塚で会おう。盾の兄弟。え、嘘でしょ。まさかのジェイザルゴ再会したと思ったらバイバイ。待って、ジェイザルゴの装備だけちょっと回収しとかないとやばいんじゃないか。ジェイザルゴー、自分の部屋かな。ジェイザルゴとまたお別れなの。あれ、いない。ちょ、空中浮遊がありました。気持ちのいい日ね。ジェイザルゴは知らない。ジェイザルゴ。フィニッシュ。モーサルでのあの出来事は単なる誤解だ。衛兵が何と言おうと知ったことか。ジェイザルゴ？あれ、ジェイザルゴは本当にいない。
怒ってる JJ ジャゴ。出て行け。スカイリム。この砂は冷たいが、お前がいるとカジートは暖かく感じるよ。行こうジェイダロー。もうすでに仲間がいるじゃないか。ああ、怒んないでジェイダルゴ。ちょっと怒んないで。こいつ本人に言ってんのか。ただ生活費を稼ぎたいだけだ。モモさんの支配下に高名な悪名人になりたいと思って。じゃあまたちょっと来るから、ちょっと待っててね、ジャイダルゴ。同胞団終わったらまた来るよ。てか、盾の兄弟、あれ外せないかな。マジか。で、ダストマンの石塚で会おうってことだよね。どこだっけ、だ毎回行ったよな、ダストマンの石塚。行ってなかったっけ。こっからか。まあ、行こうか。じゃあ行こうか。ダストマンの石塚。うわぁ、ジェイザルコとまさかのお別れ。強制的にしかも。久しぶりに来たと思ったらよ、これかまたを。山賊の追いはぎ。めっちゃ食らうんですけど。やばいな、めっちゃ食らうな。逃げてみろよ。考えだ。コマもするし。痛い。あん。大の字。シュルです。マンモスちょっとやってみる。あ、動き出した。取りたい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 。マンモスーてててすごいな、強いな。でもパルバスは相変わらずこうタンクとしてタゲを取り続けてくれるっていうのは非常にありがたいね。で、ソニーズが突っ込んで、そうなの、ソニーズがね、突っ込んでいないならば、なんだっけ、アイスストーンとかこういうのは使えるんだよ。ソニーズが突っ込んでると使えないからな、そこがな、ちょっとな、問題なんだよね。これがハードですね。まあ手応えはあるね。よし、じゃあダストマンの、石塚に行きましょう。オーバーオールとか来てるのかな。
もうすぐそこじゃん。あ、クマがなんか突っ込んでいったけど、よっこーんバーンほらうわーてれてれて、あ、タンクトやってる。あ、来たホルカス、ホルカス両手はグレーションで、おーナイスー、おーおおおビロンビロンビロンやばい、戦闘が楽しくなってきたぞ。イエーイ、ダストマンの石塚、こっち見てやろうな。これはもう中入っちゃっていい。お願いだ、助けてくれ。これ中入っちゃうの？中来た、またちょいちょいちょい、おー、たくさんだ。なになになに、何がいんの？え？え？ハンビルツ、え？首のない、首のない乗り手、離す、話せない。あ、宝箱。出てくるよね、そらね、そら出てきますよね。ドラクルスカージ。あ、召喚した。あ、召喚した。召喚してるな。購入精霊。高橋さん、こっちはファイヤーボートなので、はい、セレいった、デスカージ、はい、どう背中からどうは大乗前転からの側転やるかー、久しぶりに達人だぞ皆さん。あいやもうさすねー、ここまで来てまあスカイリムやってますんで、それはもうね、2発で当たりますわな。あん、でもこの辺だってことはもう分かってる、下か上かってことですね。あ、じゃあ上だ。うぃー、もうちょっと上かな、この辺かな。じゃあ、あ、全然上行っちゃった。あ、達人やっぱ狭いな。あー、今のでいかないか。もうちょっとな、ここからな、ここからちょっと下に行ってあげる。うっそ、今絶対立って。いやー、マジか、もうちょっと上か、じゃあ、ちょっと。この辺。もう狭っ待って待って、落ち着け落ち着け、ステポキポキだな。行き過ぎた、じゃ上なんだよな、この辺。よいしょ、いた。いた。うわー、すごい。
すごいの出てた。ダイヤモンド。おいおい。で、ここは何なの一体。で、お前は何これ。話せないですけど。攻撃も食らわないか。ちょっとまたなんかイベントがあんのかな。これは首のないなんか乗り手についてのなんかね、伝説とか本とかを読んでってことかな。さあ、ということで、じゃあダストの石塚、これ今日ここまでかな。時間的にね、中はちょっと探索できないかなということで、じゃあこの辺で終わりにいたしましょう。で、あれ、ソンニールいないけど、まあいいか。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。さあ、ちょっと強制的にね、あのジェイザルコと別れてしまいましたが、多分まあすぐにこれが終われば多分戻ると思うので、まあちょっとそこまで我慢ですかね。はい、ではここまで、見てくださってありがとうございます。 YouTube チャンネル登録、 Twitch、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。